はい、皆様こんばんは。今週も一つ、定例配信会ですね、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日も、今日の京都といつも通り9時から、富士大会四季の細道、予定しておりますので、それまではの試合の様子の方を、配信していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では今週もよろしくお願いいたします。
こんばんは。こんばんは。ベイトナスキ金曜日対戦会です。もうカウンターで大会のエントリー受け付けてますので、まだ全然余裕あるんですけど、ちょっと対戦の合間にエントリーお願いします。Fire and air!
Thank you.
のエントリーカウンターで受け付けておりますので1回100円でございます。で1周目2周目のキャラを書いておいてください。そしてノブさんお疲れ様です。すいません、エントリーをお願いいたします。繰り返し対戦の合間によろしければ大会のエントリーをお願いします。私からもお伺いしますがお願いします。すいません、カウンターで
大会のエントリーを行っておりますので、対戦の合間にお願いいたします。参加費100円になってます。だいたい9時から9時過ぎに開始しますので、よろしくお願いします。で、あのキャラクター1周目2周目の順番になっておりますので、同じキャラでも OK です。Thank you.
Thank you.
では、もう間もなく第51回四季の細道の大会を始めたいと思います。第1試合が、兄さんと苗場さん、兄さんと苗場さんの試合となります。じゃんけんいたしまして、1P が 2P が決めていただきますようお願いいたします。第1試合兄さんと、苗場さんで、第51回四季の細道、もうすぐ始めたいと思います。こちらのの試合、最後でお願いいたします。兄さんと苗場さんじゃんけんいたしまして、ワンピーガーツーピーガー決めていただきますようお願いします。はい、こんばんは。2017年11月3日、第51回、四季の四季の細道、始めたいと思います。じゃあ、第1試合、兄さんと苗場さんで、じゃんけんで、もうすぐ試合が始まります。今日は20人参加という形となります。今日もよろしくお願いいたします。達寿さんお久しぶりですって誰が書いてるのこれ。ノブさん、ノブさんお久しぶりですね。はいはいはい。どうもどうもどうも。じゃあ兄さんと苗場さんで、試合の方お願いいたします。はい、じゃあ第51回四季の細道始めたいと思います。はい、パチ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 。はい、どうぞ。ワンピーカーが苗場さんの、チュンリーで、スーピーカー兄さんの、おっと、なんとエクサガトですね。はい、ね、開幕でホンダステージですね。お互いクラゲとクラゲとタイガーを打つクラゲとタイガー、さあ、そこに来て、こちらでタイガー、ホンダステージ、ちょっと遅い感じですかね。さあ、上にシーキック出して、上に転ばすタイガー、タイガーのアンサーショップで上を当てて、さあ、ゲームがお互い止まってる、止まってるでしょう。少し安定な立ち回りで兄さんのエキサガトが取っております。兄さんのエキサガト初めて見ますけど、でも安定してますね。さあ、まさにこの黄色い虎が
か、それとも内場さん何点かこのチェリーが勝っていくのか。タイガー今度にプラケでさあ対抗する、対抗が上手いですね。さあタイガーにタイガーにタイガータイガーを取って、さあプラケで止まっている。お互い飛ぶ、噛み合う、怖い。さあこの怖さを懸命に、あーしかし手を出してしまって、まさにこれがチュンリーだ。さあすごい、トラがアッパカットで対空、そこでさらに対空で素晴らしい。兄さんが1人目勝ちに来ました。さあ次が2人目、エクスパーさんですね。アニさん硬いですね、うん、玉内に魂が入ってると梅さんの解説がなるほどです。このエクスパーさんのトリッキーなこの竜の動きに、そのアニさんのエクスパーだとどう、ね、さあこのアニさんのサガとかこのエクスパーさんのこのトリッキーな竜にどうやって対応していくか注目ですよ。エクスパーさんの理由は読書で読めない、なんて言いますか、非常に、そうですね、ゲージを止めるのがうまいというか、それでタイガーパパと、非常に、なんとか答えるときに、シンクが止まってるから、ちゃんと言うことで言ってる、パンチが打てる、さあ、アッパーがすごい、それで、しかし、中キック、あー、ちゃんと読んで、エクスパーさんが、シンクハードで1本取りました。バイパーさんですね。さあ3人目バイパーさん、ここでどのキャラを出すか注目ですね。青エクソーク、エクソークですね。さあバイパーさんのホークと、アニさんのエクサガと、さあこれはキャラ的には確かに言うか、バイパーさんのホーク非常にすごいですからね。もうかっこよかったりのこのスリットの引っ掛けやすか、引っ掛ける部分非常にすごいというか、回るか、回ったすごい脱法だ。いやもう素晴らしい、もうこれを見るのが芸術ですね。素晴らしい。じゃあすいません、エクスパーです。どうもよろしくお願いします。So this is XSPR Expert. まあ2カ国語で今日はお送りします。さあフォークでここで攻めていって、そこでそこを暗い投げで安定でバイパーさんが、さあ一人抜きです。次がスーさんですね。バイパー、アニケンのビースト。 Yeah, I just got blown up by Aniken. Very good Sagat.Just could not reach him. I can't do the hurricane kick because straight up jumping kicks and he's got an answer for it. So, 今日は2カ国語のリレーでお送りしております。さあ、スーさんが1人目、今日はス流ですね。さ
さあここで S 流のスーさんと、バイパーさんのこの X ルックですね。これはいやこの中間的な前が怖いですね。リープレイバイパーさんがいかに引っ掛けて、いやもう学校的に吸い込むか、これが怖い。しかしそううまく勝利ゲームゲームスーさんの実力すごいキャラクターシューキングが出るよね。He's going with his first choice for the last year. So, Sun will fly in again. Now, to Sun, got one. Took it. So, two men. So, here. Bypass. What do you guys think? So, here. Suddenly, turn. So, three minutes. So, further turn. So, can you see it? So, one more time. Turn. Stable. One. So, the swiper does the correct input. Nothing. Nothing he can do.で波動で出して、It's a spacing game. We gotta avoid it when you're playing somebody like Viper. Just avoid the corner. パチ中パンチで。Just remember, that's what it, that's what it wants to get you. 回すのをうまく見越して勝利を見てからそこで吸い込み、さあもう一回倒れます。これスーさんの死にだけはちょっと、これ勝利やるか、しかしこううまく見ながらガードして、しかしまだ体力的には非常にフォークが有利。これで取って勝利権。まだ分からない。飛んでるように見せかけて、このようにコントロールをちゃんと決めたところが、バイパーさんの素晴らしいところですね。さあ、バイパーさんが、次は、ハクさんですね。Like the lowest possible height. Alright, who's up now? We have Haku.はい、じゃあハクさんの今日はベガですね、最近ベガに非常にハマってるというハクさんが、5段も決めてるという形で今日は出ようと、先ほどおっしゃっておりましたが、さあこの、ブラック企業のベガと、学校のホーク、さあどういった形でいきましょうか。いやーしかし近づくのが非常に怖い。ここで回る。さあここで向かうか。回って1本取りました。これはベガこの近づくの怖いですね。しかし、バイパーさんのこの、チャンスを逃さず吸い込むところ、非常に素晴らしい。もうメーター、すごい。パーフェクトですね。素晴らしい。これでバイパーさんがまた、ありまして、次が、シャルさんですね。After playing so many other Hawks, you play somebody like Viper, just on a whole different level. シャルさんが一人目、ベガ、ベガという形で。これシャルさんもベガも注目ですね。He's playing this very good. なんか、さあシャルさんのベガも非常に強いんで、非常に注目の試合です。さあ前をすごい向かわして、さあもう回す。しかしここからどうやって組み抜けるかというところですが、さあシャルさんでそこでもう一回回す。完璧でした。最高のところをちゃんとガードする。By the way, this is a national holiday here in Japan. It's called Culture Day, so I think it's attracting many people. We don't normally show up. Not too many. シューキックを開ける。さあ、今度は。We don't have some of the regulars. We have some people that aren't regular. So. で、もう一回回る。さあ、シャルさん頑張ってほしい。これ、もう一回。これ、シャルさんまだ分かんない。まだ分かんない。分かんないですよ。しかしここで回ってしまって、さあバイパーさん、さあ次がムルポガさんですね。Yeah, I don't recognize a lot of the new faces. Round one, fight. さあムルポガさんが、We need some points.ここでヌルポカさんが、おそらく S 剣ですね。 S 剣で引退できました。さあ、先週珍しい活躍を見せましたヌルポカさん。さあ今週は、どういった形になるか。さあこのバイパーさんもすごく非常にそうですね、こういったところですね、こういったコントロールを当てるところのフィントが非常にうまい。さあ敵パンチそこでやって、そこでどう回る。さあここで回してからどうやっていくかというところですが、そこでうまくこうついて勝利を出させてちゃんと避けてガードするところ素晴らしい。これ
もしかしてそうですね、安定の形で前川さん1本取りました。さあ4名、さあ1本目また回る、さあもう1回回る、さあコロバス、さあドハド、さあヌルパンさん頑張ってほしいのでもう1回回して、さあどうしよう、勝利権さあまだ打つか、しかしここもチョップを出して、ジャンプに対して話しました。次が、ジョバーさんですね。He's telling you when to jump. We're not going to tell him when to jump. Okay, that red Ryu was. さあ、今日はザ・ジョバーさん、なんと、ここで S キャミーですね。初めて見られますね。さあ、どういったのか。さあ、うまく首を当てて、シャーキャミーのスタートで。スパイダードアボ、今うまく当てたの距離、うまいですね。体力的にはキャミが有利。さあ、あーしかしここでチャンス、スパコン出して、これさあこれ押し込み投げる。さあこれ分からないぞ、押し込みか。あーしかし当てる、もう投げる、あーっと浮き上がり投げ、レッセンのキャミが1本取りました。さあ4名、さあキャノンスパイクをやったと、オーケース、もう一回吸い込む。もう一回スーパー、しかしを吸うと見せかけてコントライブ、しかも投げる。さあジョバさんのキャミが非常にいい活躍。さあ RS さん歩きのところうまく生かして、さあコロパス、ちょっとやって、さあさあここでこの前どこへ、うわー今のとね投げるところジャンプネームが取る。さあこれは怖い。ジョバソンのホンダの動きが見事に生かされている感じですね。しかしうまく冷静に見て飛んできたところを蹴りを出して1本取り返しました。さあ3本目コントロール、そしてここは蹴りを出して、さあここで行く、さあパンチを出す、そこで、あーしかし今度はダメージが、さあここでどこで分かんない、さあこれはいけるか、さあコントロール出して、おーっと、起き上がる、これはジョバさんのエスケープがナスカウケいくか、あーっと、これはやばい。さあ、これはジョバさんのキャミーがいけるのか、それともバイパーさんのエクソークが逆転になるか。さあ、この前が非常に怖い。さあ、今度はうまくガードする、もう一回ガードする。さあ、しかし、お互いガード、まだ分からない。さあ、一発逆転がある。さあ、これ、さあ、回す、残り15秒、さあ、これどうなるか、おっと、キャノンスパイクで、なんとジョバーさんが、バイパーさんに勝ちまして、取り抜きしました。すごい。シュリン、on Viper's face. Not too happy. Can't be too happy. Happens to the best of us. Alright. Yeah, I was Jobber last Tuesday, and he beat me with, Round one, fight!With S Honda, that thing, so that's my rule. Wow, no excuse. Kind of screwed up in the last thing, but hey, I should have been doing this Honda. It sounds like you did pretty well. It's looking pretty good. I don't think I've seen Jobbers in Japan before. Tim as a Vegas shows up. Who's next? They've got a whiteboard for basically the bracket itself, and name tags with magnets.
names written on magnets, so they're all mixed up now. Okay, so I think easily Viper had the longest streak there, yeah? Viper's not a lot, right? Viper's not a lot, right?1P 側が破天荒さん、2P 側が達としたんですね。さあ、キングが取って、おっと置いてある。シング使っていって、助けんな。おっと、今のはちょっとやばい。昇竜拳。Yeah, we don't have their name tags up there. Round one, fight! Is nice. For something to bait them out, bait out that dragon punch. Round one. Ah, Naka さんの音が超強かった。さあ次がロードさんですね。Naka さんの X ホンダとロードさんの S サガットですね。ロードさんは12月のフォックスに乗って S サガットという形です。さあ。さあこれでどなたこれでさあ投げる総一郎、そこでもう一回誘う、そのスコイをガードする。さあ今の一瞬間置いてしゃがみよかったです。さあこれで持っていってさあゲージが溜まっている。で小タイガーパカコさあアルファンドこの場所を生かしたところだが、まあ下タイガーをまず出してしまってスコイで取れました。でタイガーしてタイガーポカコサピリをこうやって出してタイガーショットでさあタイガーパカコサガーショット右。さあもう一回投げる。さあこれはかなり有利だが、しかし本当もゲージが溜まっているからまだ分からない。あーちゃんと狙ってロードさんの S サガット1本取りました。さあ3本目
これ蹴りを出す。さあタイガー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 とロードさんが攻める攻める。さあここで、さあ今の下タイガーうまくちゃんと見て、ここで、おお、しかしアッパーカットに避けて、これさらに誘って、さあここでもう一回やって、さあここで中さんの本田が冷静にしゃがみ込んで、さあこれで2人抜けです。次がネロさんのガイルですね。このあと1,2,3,4,5,6,7,8 人いますね。さあこれネロさんのガイルが中さんの本田となります。さあ非常に注目の対決。さあ開幕、ここでちゃんと定む、さあソニック当てる、さあソニック当てる、あソニック当てる、さあもう一回当てる、さあ中キック、すごい冷静に我慢し、お互い我慢して、さあソニックやって、さあソニック、さあ中キック今当てるのも素晴らしい。でさあここでタイプ当てる、さあ張り手を出す、ソニック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 当てる、あソニック、さあしかし、あ今だけが良かったんだが、今の舞い飛び以上に素晴らしかったです。さあ2本目、そこでさあ上を当てる、そこでそう投げる、投げかし今の素晴らしい。さあさあ我慢してサマソルト、さあソニックソニック、さあいい展開、さあ非常に美味しい展開。そこでアフラウン、しかししゃがみ中パンチ今の素晴らしい。そこでチューパンチ、さあもう一回エンタル、さあこれでサマーソルト素晴らしい。これでネイロさんが1本取りました。さあこれ3本目、さあ開幕開幕終了したがって今の張り手に忙しい。それで、あしかし大一丁、しかしまだ分かんない、あしかしまだ分かんない、まだ分かんない、さあネイロさん頑張ってほしい。あしかしこれでサーコートビーブチが当たって、中さんの、ホンダが3人抜きですね。次が、湘南さんですね。さあ湘南さんの黒い竜 X 竜と、中さんのホンダですね。これは注目ですね。さあ勝利拳、サード拳、波動拳、波動拳と、さあここで立ち台パンチ、波動拳、湘南さんのこの竜のこの誘いうまいっすね、素晴らしい。波動、湘南怪しい、 OK、 I think we are 波動を出して、湘南さんが安定して安定して安定していくの竜の武器、さあすごい。でここでちゃんと誘って勝利拳、素晴らしい。湘南さんの竜1本取りました。さあここで2本目、波動拳に上がってる竜巻、波動拳、非常に本田との前を非常にキープしているのが素晴らしいですね。しかしまだ勝負は分からない。さあ波動拳出して、さあここでうまくパッてこのフェイントをかけながらファイトを拳にして、さあじゃあ今の首をちゃんとガードして、さあ当たってしまう、さあここから当たる、さあ竜巻を出す、さあここでさらにガードをする、さあ波動を出してしまった、当たる、そこから当たる、しかしシックガードを、さあ台無しに波動、さらに波動、さあ他に波動を出して勝利拳、冷静に運んで湘南さん取り抜きです、素晴らしい。さあここで歌舞伎さんですね。さあ歌舞伎さんがここで1人目何を出すか注目ですね。さあ歌舞伎さんがなんとフェイロンですね。フェイロン出しました。オッケー、さあフェイロンと、歌舞伎さんのフェイロンと湘南さんの竜ですね。さあ歌舞伎さんのフェイロン初めて見ましたね。おお投げる、素晴らしい。波動拳、すごい、そう歌舞伎さんのこのバイソンの特性、その動きがまさに生かされてるかのような、コマンドを入れているバイソンという、そのヤンバトのこの、by the way、非常に素晴らしい動きですね。 Tokyo、 さあゲージ的に体力的には非常にフェロンが有利、そのゲージが止まっている、波動を出させる、さあもう一回出させる、あしかし波動を出させてシックアドコーナー、湘南さん今のうまかった。さあ残り10秒、逃げるか出させるか、さあちゃんと冷静に見てファイアードで湘南さん1本取りました。3回もだね。2本目、さあ中キック、
はい、はい、出した、あー、しかし波動を出してしまった。さあここでフェイロン恐怖の3段そこ投げる、中腹、さあ波動拳、さあ当てる当てる、さあゲージ溜まってる、さあフェイロンのゲージ溜まって湘南、さあここでまだ湘南さんは試合諦めない、さあここからまだまだ時間もいっぱいある、まだ勝負わかんない、波動拳、さあどっちが先に、いや武器しですね、さあこの展開まだわからない、さあ勝利出してしまった、しかし真空すごいガード、さあもう一回波動拳、波動拳、さあ波動波動波動、あーしかしここでちゃんとレジに回って歌舞伎さんで1本取りました。さあ3本目、ここで開幕投げる、さあこれ取って、はいはいはいと、さあフェイロンすごい動き、おおすごいっすね、さあファイヤード、さあ湘南さんのデータも通し、さあファイヤードファイヤード、そうっすね、湘南さん波動うまいっすね、うまいね、はいと、さあファイヤードうまい、さあまだ勝負わかんない、さあハイヤード、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 このハードの、ハードの出し方は湘南さん素晴らしいですね、これはフェイロも勝ちに近いね、あー飛んでしまった、なんてことでしょう、飛んでしまいました、歌舞伎さんがフェイロ飛んでしまいまして湘南さんが勝ちまして、さあここで、さあ次はスロテックさんですね、さあここでスロさんが今日非常に気合が入っている様子で、1人目1人目かジャンギで勝負か、あしかしここで竜を出しました、さあお互い竜という中で、さあどういった形で試合を進むか、さあ注目ですね、さあこれ開幕、あしかし、しかし今の今の精神的に今の良かったかもしれない、さあ画面端を追い詰める、あしかし1点じゃないか、逆に裏に回る、さあ波動、波動が勝てる、さあ今の動いてしまった、セルテープ、セルテープ is a green view、 あーシフトード投げる、おーすごい、そしてシロさんの竜、リッピンアパーティアマン、すごい気合が入ってる、何も seems you so often、 ノーベットでショーナンさんが勝利に返す、カドカド持ち合い、ショーナンさんの方が高い、しかし、今の怖い、One corner to the other. Good round. I like that attempt to trip at the end. Good try. Could have worked out actually. Oh, nice uppercut. Both players. Exactly the same, so no ability damage. Shonan, those deep uppercuts, taking up chunks of life. Chunks of life. 次が中島さんですね。次は中島さんです。Une? Une-san? Okay. Ah, Nakajima-san. Okay.He's playing his guile. さあ中島さん一人目、しかもホンダですね。さあ中島さんがこれでホンダを出して、湘南さんのリュウと当たります。さあどういった展開になるのか。さあ開幕は張り手、ダイヤシー張り手、そしてショルケン、ホンダの剣、ホンダの剣で髪色をやる、シーマー君近づいているところをしゃがみ中パッチに今かける、飛ぶところをちゃんとこうやって冷静に見てガードしていて、そして当てる、で黙って掴んでやって中島
little risky at the last move, but otherwise, very solid. All that pressure corner on a lead player. Okay. So the Tokyo region, by the way, has a lot of good Honda players. Probably more than Osaka area. They do have the best players. うねさんです。 Kusumondo. さあ、うねさんがここでどういうふうに展開していくか。Now we have Une, Une Guile, I presume. Yep. Alright, I've been on the mic long enough. さあ、中島さんの、本田と Une さんのガイですね。ね、ソニック当てる。さあ、画面端だが。さあ、ここで当てて、そこで。ああしかし中盤でうまく返す。さあ、しのみソニック、ソニック当てる。さあ足を当てる。ああ当てて、ああ、今のいいでしょうか。非常に危険な行為だった。さあ中島さん一本取りました。さあ2本目、さあソニック、さあ今のリフトアップいい。そこで足首の3段が入る。さあサマーソルト、これどうする。そこでさあ中島さんやって、張り手張り手で、さあ中島さんがこれで、あーこれで4人抜きですね。次はヒカルさんですね。ヒカルさんの竜と、中島さんの女ですね。さあこれと波動を出して、さあここで安定で掴みで中島さん1本取りました。さあ2本目、さあ勝利拳ここで当てて問題よし、勝利拳さあどすこい、張り手張り手張り手、一度これやってカード券、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 さあこれドスコイやって、さあすごい中島さんがこれでまた勝ち抜きました。さあ次が小右衛門さんですね。さあここで小右衛門さんが一人目何のキャラ出すか、注目ですね。さあ小右衛門さんがなんとバイソンですね。さあ中島さんの本田と、小右衛門さんのバイソン、さあ注目の対決ですね。さあお互い後ろに下がる。いやー張り立ての前、それでオーバーを当てる。さあオーバー当てる。いや見てて怖い。いやーあいつは張り手やって、さあもう一回やる。さあこれもさ果敢に攻める、素晴らしい。さあ今のパンチはいい。さあここで当てて、この一瞬の間で今隙を見て当てる。さあ素晴らしい。さあこっから当てて小右衛門さんのバイソンが1本取りました。さあ2本目、さあションパンチションパンチ、さあこのじりじり前が怖い。しかし、ゴイモンさんのこのバイソンの果敢な攻め素晴らしいですね。すごい。しかし、今ドスコやってて、さあ、まだ分からない。これは、ギワの勝負になるのか。さあ、これ、さあ、当てて。さあ、
すごい隙間を拭って当てようとする。さあしかし中島さんの女もじり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 と近づいて、あーしかしわーこれはすごい。そこで投げる。これで 1-1 となりました。さあ3本目、さあ後ろに座って、さあここでドスコイ当てる。さあ張り手当て、さあ当てる、お当てる、張り手当てる。怖い、非常にまだ分からない。非常に見ていて思わず黙っちゃいますね。ここでゴア当てる。そこでさあもう一回出る。しかし中島さんのグラボ、あ今の勝負素晴らしい。さあここでもう一回出る。あしかしどっか受ける。さあ張り手と見せかけながらちゃんとガードする。さあ残り15秒。あーこれしかもちゃんとガードする。5秒。あーしかしは惜しい。あーさあ中島さんが勝ちまして、次は1周目最後小本さんですね。さあ小本さんが、小本さんもバイソン、さあこれ注目ですね。わわと当てる。さあ伸びる腕で当てる当てる。あーこれでパシッとやって、さあ張り手のところを丸して、わーと当てる。グランド、さあカンパンチ、ここでスパコン出して友澤さんが1本取りました。友澤さん先週の決勝戦ハルキングさんとの試合、非常にすごい素晴らしい展開で優勝いたしました。このバイソンで、さあここで3本目ゴチゴチとやって、さあシャンワンをやる。これでスペシとやって当てる、当てる。さあここでやって素晴らしい。友澤さん一人抜きになります。さあ2周目ですね。2周目、はい、じゃあこのまま、2周目となりまして、苗場さんになります。さあ2周目苗場さんの、チュンリーですね。苗場さんのチュンリーと、友澤さんのバイソンですね。さあ開幕クラゲ、ここでさあクラゲ、さあクラゲを当てる。さあ今のヒットをやる。投げ返す、ゴシゴシっとやって、もう一回ゴチゴチっとやって、スカフ安定で友澤さん1本取りました。さあ2本目、さあ100列やって、さあヒットでやって、さあめくりチキップ投げろ。あすごい、これで、ね、さあピュって、さあクラゲを出すが、しかしまだ60秒。あの全然、さあスピリングバードでゲージを止めて、ゲージを止めている。しかしこれで勝ち取ってて、さあこれでチャンスを逃さない。さあおーすごい、なんと戦列客を返しまして友澤さんが2人抜きです。さあ次がエクスパーさんですね。さあエクスパーさんの竜と、友澤さんのバイソンですね。これはもう注目ですね。さあエクスパーさんのこのトリッキーな竜に対してどういった動きをするか。足が投げる、おけん投げる、竜巻、さあ波動、波動、波動、波動を当てる。竜巻でやってゲージを止めているが、しかしこう崩れちゃって、そこからさあ勝利権、ああ今と思い切り出してしまった。さあこれで、ああ勝利、今のまま条件反射で出してしまったか。これさあまだ分かんない。ああ今竜巻を呼んでちゃんとこのジャンプで別返してスパコン出します。素晴らしい動き。さあ2本目、さあフォアをやって投げる、これでさあ竜巻やる、投げる、投げる、出してる。さあこれで竜巻やって、さあ竜巻当たる、
ードで当てる。バイソンが非常にじーっと待ってる。ああ、当てるチャンスを非常に待ってるんでいいか。さあ裏回りして足をこうやってやって、さあ竜巻を出させる。さあそこもしかし龍がガードしてが、さあこの先読みが友澤さんのバイソンのすごいところですね。さあしかし波動をやって、ああしかし、ああ怖い、ああってってしまった。なんと超ギリギリの展開でエクスパーさんの竜が1本取りました。さあ3本目、そうですね、週末の底力、そういう意味でエクスパーさんのこの、さあ昇竜、さあ正面大師、さあ真空波動、さあ動く動く、さあエクスパーさんかなり有利、エクスパーワールド、なるほどです。さあこれしかしまだ、さあこれ当てる、さあまだ分かんない、あー今の動いてしまった。なんとこれエクスパーさんがすごい友澤さんのバイソンに勝ちまして取り抜きしました。さあここでアニさんですね、ここでアニさんが何を出されるかですね。さあアニさんのガイル、さあアニさんのガイルとエクスパーさんの竜、注目ですね。さあそこで波動拳、波動拳、波動拳で、さあ波動拳、竜巻投げる、キューキック、竜巻昇竜、さあリフトアッパー、さあ中キック、こうアニさんが今全然さっきの1周目の下がったと同じこの安定した動き、全く安定した動きで1本取れました。さあ怖い、さあ怖い、中キック、中キック、中キック出す、そこ当てる、うまくこの竜に技を出させて当てた。しかしさあここでチューキック、チューキック当てる、当てる、さあ50秒、ガイルがかなり体力が有利、あそこを当てて、アニさんが、アニさんが一人抜けです。次が、スーさん、スーさんですね。さあ、次にスーさん出すのがおそらくダルシムですね。さあここからどうなるか。さあ、アニさんのガイルとスーさんのダルシム、スーさんのダルシムが1本取りました。さあ2本目、さあスーさんのダルシムがここで勝っていくか、それともアニさんのガイルが勝っていくか。あーこれは今のしゃがみ台すごい、座って当てる、さあここで飛ぶ、マシマシと当てる、怖い、見ていて怖い、怖い、超怖い、うわー飛ぶ、飛ぶ当てる、これはもうどうすればいいんですかね。もう何の戦法もない。
あー飛んで当ててしまってスーさんが飛び抜きです。次がハクさんですね。ハクさんのガイルと、スーさんの大事ですね。さあここでも画面端でどうしようもない状況でしょうか。スマートで3個踏んで、あーいやーすごいやばい、一つの汚いところ見てしまったとうねさんが言ってしまいました。しかしこれはもうどうよーくぐいやーしかしガイルから見るとダルシマ厳しそうですね。非常に厳しい、頑張ってほしい。さあスーさんのこの、うん、夢でどうすんのね、ラスボスで、ラスボスで。さあスーさんのこの間合いキープが素晴らしいですね。さあ次がシャルさんですね。このスーさんの快進撃をこのシャルさんが止めるのか、シャルさんが何のキャラ使うか注目ですね。おっとシャルさんが剣ですね、初めて見ます。さあこれは注目、さあこれは注目、わからない。さあ左ガシ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 と、さあこれ入れて、さあ勝利剣、勝利剣、さあここで、さあシンさんここでところをスライディング、しかし接感接感、さあ勝利拳勝利拳、あー勝利拳、あーピヨってしまった、投げる1本取りました。今飛んだところ、このスライディングが天皇がスーさんの出し目うまいところですね。さあ勝ちました、強い。さあ次はヌルポガーさんですね。さあヌルポガーさんの2周目 S 剣ですね。さあこれはどうなるか、ハドウケン、ハドウケン、オガファイヤー、オガファイヤー、このマイキープがスーさんの誰しもうまい、すごいところですね。次やって、で、アベフェス使って、大体、非常に高ラン怖い。ハドウケン、なんとか近づいてこしたい。さあ、近づく、わー、マイキープが非常に素晴らしい、スーさんの誰しも1本取りました。これでスーさん勝ちまして、次が、バイパーさんですね。
バイパーさんのホークと、スーさんの出しますね。バイパーさんが、あー攻めていく、あー見えた、あーしかしギリギリで、さあ同時打ちでバイパーさんが1本取りました。さあ2本目、コントロール、ね、当てる、ここから当てる、当てる、さあ非常に非常にバイパーさん頑張ってほしい。さあこれさあ飛んで脱砲が来た。さあもう1回当てるか、そう、しゃがんでいく、ちょっとすごい、これはすごい果敢な攻めで、いやしかしスーさんのダルシム、この果敢な攻め素晴らしいですね。さあ3本目、さあ今飛ぶの上にフレームやったが、そこうまくバイパーさんに飛ばなかった、ね、さあ飛ぶところ、ああやばい、さあ来た、さあ怖い、さあ蹴り当てる、ああ今のショットいいっすね。さあフレーム少し当てて、ちょっとガードする、いやー今当てて危ない展開でしたが、スーさんまた勝ちまして、次は、ジョバーさんですね。さあジョバーさんの、S ホンダですね。これはどうなるか、すごい、さあ今の敵に当てる、ファイヤー、このスーさんのこの飛んで相手が飛ぶところに対して対応がいいですね。非常に反応的というか、非常に一個一個きっちりと対応しているところが素晴らしいと思います。さあ2本目、さあ飛ぶ、さあぶつかり来たところをチョップで返す、ユカファイヤー、ユカファイヤー、すごい、さあチョップやる、フランス、ファイヤー、水を出す、さあ、さあ、ドリュー、さあ、ここから、さあ、ちゃんとガードする、さあ、今のジョバさん、おお、すごい、今の立ち大キックでジョバさんが1本取りました。さあ、これはまだ分かんない。さあ、3本目、さあ上に来たのをチョコで返す、さあどうすこいや、さあエソンダのこの破壊力で、さあジョバさんが勝つか、それともスーさんがこのまま勝ちに行くか、さあ上にやった、さあこれは分かんないぞ、これハリトルやる、へいった、なんと出してしまってジョバさんが一人抜きました。さあ次は破天荒さんですね。いや今のジョバーさんのとっさの動き良かったですね。さあここで破天荒さんの竜、さあこれは注目、さあ勝利拳、波動拳、波動拳、さあどすこいしがところやる、さあ勝利出してしまう、さあどう出す、あー今のピヨッとしまった、危ない、さあフレアド、あーいいっすね、すごいジョバーさん1本取りました。さあ2本目、開幕飛ぶ、それ勝利当てる、波動拳、波動拳当てる、さあこの場合はキープですが、しかしこのジョバさんのこの S ホンダのその破壊力を生かしたそのフェイント的な攻めが非常に強いですね。波動拳立ち上げてゲージが溜まる、あーしかしシンク出してしまう、さあこれ分かんないぞ、さあ波動拳、さあちゃんと後ろに下がって冷静にしゃがみ大キックで1本取り返しました。さあ3本目、さあドスコイ、これでさあ張り手出す、さあもう1回当てる、さあショルケン、波動拳、波動拳、さあ大キック、波動拳、波動拳、さあ大キック当てる、波動拳、さあもう1回当てる、波動拳、さあ結構3点でしたね、しかしまだ分かんない、で3点決めてシックアドで1本取りました。次は自分ですね。1P 側が破天荒竜、2P 側が辰利竜ですね。さっきも当たってましたね。さあ
端に追い詰めて2段サポートが暴れている。さあ体力リードで先にゲージが立ったのがハテンコで体育で使っていく。さあ開幕入れが出なかった。仕掛けたが上見ている。ゲージを立てて勝利当たる。めっくりからサポザガード。さあ両者ゲージ先に入ったのはタツトシリュウ。大ゴツから投げに行く。開幕痛い。さあ上が中足ファイヤーめくり竜巻さあおっと上が出ておっと透かしたまでは良かったが投げ勝ったのは破天荒流。いや最後の投げ見事でした。さあ次が、ロードさんの、S サガード S サガードですね。さあロードさんの S サガードですね。さあそれでさあタイガー当たっててロードさんは12月のフォックスに向けて S サガットに集中特訓しているという形でだんだんと形になってきているので、この破天荒さんとの試合はある意味ターニングポイントになるかもしれませんね。さあここでメガショットを当てる。今のは痛い。さあここでおあ噛み合った形か。今のロードさん1本取りました。さあ2本目さあちょっと当てて勝利拳ここで投げる。さあタイガータイガータイガーと当てる。ちゃんと飛んできたところをちゃんとガードする。あしかしやってしまった。しかしハテンコさんここは起き上がりの攻めからちゃんとガードする。投げる素晴らしい。ハテンコさん1本取り返しました。さあ3本目さあタイガーちょっと竜巻で受ける。飛ぶタイガー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 飛ぶ。波動拳波動拳波動拳投げて波動拳飛んで今のこの降りてる来たところそのしゃがみ台足当てるとこ波動拳さんいいところですね。素晴らしい。さあ台足素晴らしい。さあ台足ここから中腰当てる。しかしロードさんもうまくガードする。あしかし2位を出す。まだ分かんない。さあ、ドキ当てる。さあ、ダイヤシ当てる。さあ、前をキープして落ち着いて勝利拳出して破天荒さんが2人抜きとなりました。次が、ネロさんのガイドですね。さあ、破天荒さんの竜と、ネロさんのガイド注目ですね。さあこれで、さあ開幕お互い勝負。さあ外野シー、さあ竜巻ヒアルトがそう投げる。そして今のうまく受け身取る。そしてさあ波動拳外野捨てる。波動拳ソニック飛ぶところガード分かんない。そこでうまくやってて、さあ今手出してしまった。外野シー破天荒さんが1本取りました。さあ2本目さあお互いさあ相打ちに今の裏剣技もう1回当てる。さあ3本で冷まそうと。さあ今勝てる。さあ画面端さあここで
当てて、真ん中の、さあリフトアップ、今の少しここで当てて、さあ田島蹴ってる、さあ蹴る、これ一つ、あー今のいいですね、今の飛び蹴り、それ当てて、さあ窓剣新ガード、ガードする、さあここから中コース、さあここはまだ分かんない、さあここで、ここからどういう展開か、さあここで田島蹴出してみせて、しかし枠があるし、あーこれはしゃがみ台をしゃくって、破天荒さんが、3人抜きに、あー、次が、中さんですね。中さんお願いいたします。さあ、中さんが、X キャミですね。さあ、先ほど本田で凄まじい活躍を見せてくれた中さん、さあ次はこのキャミでどういった感じなのか、おーすごいフーリガン素晴らしい、ここで押し上げて、さあフーリガンすごい、おーさあ勝利拳ペシペシペシと波動拳、しかし破天荒さんもこうやって攻めていきながらちゃんと後ろに下がって、マシュマロちゃんと冷静にこの対応がいいですね。ちゃんと立ち位置大キック当てて波動拳で1本取りました。神のこのじりじりと近づく部分に龍がどう対応するか、それとも、ああ、今の打ち寄りでしょ、しかしこの中さんのキャミも先ほどフーリカンもその攻め方が非常に素晴らしかった、さあ、これ来た、このキャミの3段が素晴らしい、さあ、これ、さあ、キャノンで当てて、しかし、ちゃんと波動をガードする、まだ分かんない、じりじりと攻める、さあ、ファイアード出る、さあ、ここからの、さあ、しかし、一瞬の間をくぐって、素晴らしい、破天荒さんがまた勝ちまして、4人抜きで次が、歌舞伎さんですね。歌舞伎さんに破天荒さんが勝ちましたら、同率1位の5連勝という形と、1、2、あ、すでに5勝してますね。今同率1位となります。ここで破天荒さんが歌舞伎さんに勝てば、暫定1位という形となりますね。さあ歌舞伎さんの、バイソンですね、そこでペシペシペシと当てて、さあ波動拳大足これ当てる、波動拳で投げる、波動拳で、さあこれ打ち合って、歌舞伎さんのこのこまめな攻めが非常に戸惑わせる部分ですね。しかし今の一瞬の隙を拭ってスパコン出して歌舞伎さんが1本取りました。さあ2本目、当てる、さあ勝利拳大キック、あ投げる、そこに大足、波動拳さあ当てる、さあ今のめくった、さあこれ分かんない、さあ立ち込んでゲージ溜める、ゲージはお互い溜まってる状況、さあどういう状況になるか、そこでゲージ溜めて、さあどこで隙間を出すか、あーシンク出しでガードを、あじゃあタスマキ、さあここからどうなる、つかつか、さあ当てる、あーさあこの先ほどから破天荒さんのこの最後の投げのところがいいですね。さあ1-1ガードを、ガード当てる、波動拳当てる、しかし当てる、さあ歌舞伎さんがかなり精神的に浮いて、さあ大ゴス当てる、さあゲージはお互い溜まってる、さあ飛ばして今のを抜いて歌舞伎さんが一人抜きしました。次が、スローテープさんですね。スローテープさんです。
セロテープさん出番ですよ。さあここでセロテープさんが、さあザンギか、さあザンギバイソン、どっちが有利のかアンケート取った最近取りましたが、さあこれはこれも非常に注目ですが、そこで当てて、さあそこでさあもみもみとして、さあ大足当てる、当てる、さあ飛んでしまう、さあザンギが、わあ今のクロスで大足すすすこみ込んでスクリューで1本取りました。さあ2本目、さあダブラリーやって、さあこれ吸い込みたい、精神的にはスロさんのザンギが有利か、これさあ飛ばして、さあここで飛んで、こっから揉んで、なんとスロさんがカビスさんに勝ちまして一人抜きとなりました。いやー見事でした。さあ次は湘南さんですね。やっぱザンギ有利ですね。じゃあやっぱバイソンに対してはザンギ有利なのか、こう言わんばかりのいい試合でした。素晴らしい動きでしたね。さあここでさらに湘南さんの竜ですね、これも注目ですね。さあこの湘南さんの竜とセロさんのザンギ、非常に個人的には見たかった試合なんで、うわー今のいいですね。スロさんが今のバニッシングで1本取りました。さあ2本目、クリを出す波動拳、中学キック、中キック、さあ下がらして飛ばらせて飛ばして転ばせたいところだが、今のダブラギー前、さあ転ばす、そこでさあ端々やって、さあ転ばせる、さあ向かって、さあ昇竜拳下スポース、さあここでどうなるか、もう一回吸い込む、さあわからない、そこからどうする、しかしちゃんと離れる、さあ湘南さんの手が離れて、しかしこううまく去ってダブラに、さあここでもう一回揉んで二人抜きしました。さあここで次はうねさんですね。さあうねさんがセロさんの隣にいまして、殺人予告倒してやると相当な気合を吐いて今から挑みます。さあ髪の毛飛ばせて、サマソーこうソニック、ソニックチョキ勝てる、このザンギステージの右側のこの足元が見えない分、非常に展開が微妙に狂うかもしれません。さあ裏剣に当てる、さあうねさんのこのダブルサマーで1本取りました。さあうねさんが非常に気合入ってる。さあ2本目、中キック、さあソニック当てる、ここで吸い込む、中キック、さあと飛び入り、さあ今の大パンチですね。さあダブルスマン今出してしまって、さあここで、あー今やってない、さあこれは今のシーフか、たまたまかな、しかし飛んでしまって、なんとお姉さんが一人抜きしました。さあ次はヒカルさんですね。ヒカルさんですけど、少々お待ちください。次が、ヒカルさんの竜と、ウネさんのガイドですね。さあ開幕、さあバトルロックステージ、さあ竜巻、ショーパンチ当てる、さあソニック、大キック、あとハド当てる、で、ソニック、さあ当てる、あーしかしピヨッタ、さあバシンバシンドーンと来て、サンダー当ててダブルサマー、かっこいい、すげー、あ、どうも
目そこでミシムシの当ててさあさあ当ててさあ投げるさあ当てて中キック中キック飛ばせるリーブネさんのガイル非常に安定で二人抜きですね。さあ次が小江門さんですね。小江門さんになります。さあ小江門さんが次はどのキャラ出されるのか、注目ですね。小江門さんがさあ小江門さんが出ました、本キャラのフェイロンとウネさんのウネさんさあ小江門さんが殺す殺すと非常に気合が入ったうわー飛んでしまった。さあしかしさあすごいさあカナダカップの素晴らしい活躍を見せてほしい。さあ怖い怖い怖い頑張ってほしい。ガイド怖い。さあここでやってさあダブルサマー出さして、さあここからまだ分からないぞ。ここでやってさあキックそこでもう一個やってて、ああ今のこの間の取り方がうまいですね。小江門さん素晴らしい。さあ1本取りました。さあ2本目ポイントに入って当てて、ああすまん当ててさあ右で当てる当ててさあフォアフォア当てるでさあ投げる中キックさあフォアフォアと当てる、ああで中央に当てる、あしかしダブルサマーがしかしまだ浅い。ここからリーブスなんかまだ全然分かんない。さあ今の当てるすごい。さあここで当ててすごいきっちりと殺して小江門さんが勝ちました。じゃあ次は中島さんですね。中島さんお願いします。さあ次は中島さんがここでガイル、また2人目ガイル2人目、さあ2人とも非常に気合が入られている。さあこれで投げるでもう1回投げるもう1回投げる、まさに投げのサーカスかのように非常にすごい。でそれだけで投げるソニックブーム立てる。ああ素晴らしい。ちょっと冷静に見て小江門さん1本取りました。2本目立てる投げ返す、それを当てて投げる。さあもう一回1本目止めて1回かのように見せて当てて、さあそこで素晴らしい。さあこれで小江門さんが2人抜きで、次が友座さんですね。さあここで友座さんがベガを出しまして、小江門さんのフェイロンと友座さんのベガとなります。ああ今のスクープで、さあ少しさあピュッタ少しと当てて友澤さんが1本取りました。こんなチャンスを逃さないところが友澤さんのすごい素晴らしいところですね。さあ2本目、あーでスクープで当てる、あーしかしこう当てて投げる、選択肢こう、さあ、非常に熱い展開。はい、じゃあ当たって、小江門さんが1本取り返しました。3本目で、投げる。
大逆転の展開で小右衛門さんが勝ちました。じゃあこのまま小右衛門さんが連勝数を見るという形で、次が、苗場さん、苗場さんお願いします。小右衛門さんのフェイロンと、苗場さんのチュンリーですね。で、そういうことで投げる、そういう立てる、さあすごい、もう一回投げる、さあすごい、いやフェイロンかっこいい、素晴らしい。小右衛門さんが1本取りました。さあ2本目、はいと、立てる。さあ苗場さんの中継が出たのも非常に良かった。これでさあ転職客、さあめくって、さあここでまだ分かんない。さあ投げまして苗場さん1本取りました。さあ3本目、これで投げる、はいはいはいと、ホイホイホイと当てて投げる、素晴らしい。小右衛門さんがこれで1 1 2 3 4、さあ次はエクスパーさんの竜、これはこの瞬間です。エクスパーさんの竜と、小右衛門さんのフェロン、この部分もエクスパーさんに小右衛門さんのフェイロンがどういう展開なのか、さあこの質問をこうやって誘いながら小右衛門さんが逆転の、さあ竜巻、波動、さあ波動出させて新曲向かい波動、さあ飛ばせる、さあしかし波動、さあ新曲波動がさーって竜巻出してしまったところに一本取りました。さあ2本目、波動拳、さあ立ち合い番波動拳、ホイホイと当てる、当てる、さあ同点、さあ竜巻、さあしかし当てる、これはさあこれはもう小右衛門さんのペース、チャール素晴らしい。これで小右衛門さんが5人抜きで、このアニさんに勝てば1位ですか。これを勝って、このアニさんとの試合に勝ったら1位という形になります。さあさあ小右衛門さんの、1リーチという形の、アニさんのワイルドの戦、これさあ開幕この当てるがうまい、投げる、もう一回で投げる、素晴らしい速い展開、1本取りました。さあ2本目、さあこれ中継勝ってる、さあスマスを で投げる、非常に速い展開、投げる、ネクチベスト、すごい、さあソニーさん当てる、さあソニー勝っていて、まだ分からない、この誘い方の部分が小右衛門さんのすごいところで、これで小右衛門さんが1位ですね。で同率2位で3人いまして、ワイパーさん、スーさん、破天荒さんといまして、どういう形で、今決勝戦の方を、行うと思います。はい、バイパーさん、スーさん、破天荒さんの3人で、2位を決めまして、でその後に小右衛門さんと決勝という形となりますが、さあどういう形となるか注目となります。
めをしてます。この3人が同一なので2連勝するまで、バイパーさん、スーさん、破天荒さんで2位決めしまして、この3人のうちの1人が、2連勝すれば、自動的に2位と決めるという形となります。さあ、1回目バイパーさんのホークと、スーさんのダルシメですね。さあ、やってるやってこれやってる。さあ、スーさんとバイパーさん、先ほど当たりましたので非常にその展開的にまた違った展開になるかと思われます。さあこれコンバス、さあこれ回すか、飛んだ。さあこれさあチャンプをして、さあ飛びまして、バイパーさん1本取りました。さあ2名1個出して、2名ハイを出して、さあ足を出す、足を出す、足を出して、この距離的キープの部分で今スーさんがいる距離で、あー今のはこの安定のところでスーさんが1本取りました。さあ3本目、足を出して、足を出す、あー手を出す、さあ飛んでる。さあこれしかしまだ分かんない。さあ転ばす、さあどうなる。さあ転ばす、さあまだ分かんないぞ。さあ回す、ここでもう一回か。さあワープ押しだ。さあ手の手の、さあさあちゃんと、ああしかし当たってしまった。スーさんが一人抜きです。さあ次は破天荒さんですね。さあ、破天荒さんの竜と、スーさんの出しました。これでスーさんが勝てば2位、これでスーさんが勝てば2位という形で、さあスーさんがリーチという形となっております。さあ、さあ立ち巻きを出して、さあこのスーさんの飛んできたところに対する足の対空返しが非常にうまいですね。はい、1本取りました。さあこれでスーさんが2位リーチ。さあ開幕勝利出したところフレイム当てるよ。さあそう、あーもういいよ、立ち上げ一瞬遅くなって中に始まる。あーさあこれ手を出す、投げる。今の惜しかったが、スーさんが勝ちまして、これで、2位となりましたので、第51回四季の細道決勝は小右衛門さんとスーさんの決勝で行われます。3先ですよね、3先ですね。第51回と、迎えまして、今日も約20人の、方が参加しまして、もう間もなく決勝が始まります。ワンピー側が、スーさんのダルシム、ツーピー側が、小右衛門さんの、ペイロンとなりますね。3先ですよね。はい、はい、では第51回四季の細道決勝戦始まりたいと思います。パチ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 。さ
さあ 1P がスーサンダルシム、2P がコイモンさんヘイロン、さあ神ここで投げる、あーいや出た、こう素晴らしい、これはもうカナダカップを目指させるような今コンボですね、素晴らしい。さあここでマシマシマシと、すごい、これさあここでコイモンさんのさあヘイロンがかなり有利だが、ここで1本取りました。さあ2本目、さあここでちょっとバン飛んで、さあドレッシングやって、さあスーさんとこのマイキープでいくか、そこでこう今こう回して、そこからさあここでさあ飛ぶ、あーしかし一石間、おー今ギリギリ当てる、さあ今のスーさんの見事でしたね。さあ1-1、3本目、権利選挙部、そこでさあヨガハイヤー、それでハイヤー、ここ当てる、さあさあスーさんのマイカーキープ、しかし小山さんもさあ一発逆転あり得る、さあどうなる、あー今の冷静に見ました、スーさんが一先取りました。さあ2試合目、これはあるわと小山さんが言ってますが、さあどうなるか、さあ第2試合目、さあヨガファイヤー、ファイヤー当てる、神経当てる、ファイヤー当てる、あしかしセッカー、ファイヤー当てる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 、ここで当てて、ファイヤー当てる、さあまだわかんない、あーって、これでスーさんが1本取りました。2本目、ファイヤー、ファイヤー当てる、当てる、もう1回当てる、さあ投げる、さあ神経当てる、ここで当てる、さあここでに緊張する試合ですが、今の当てて、まあ、さあこの拳法でもまだ分かんない、あ今のあの人すごい、まだ分かんない、あー今の足で、さあさあスーさんがこれでリーチとなりました。さあ第3試合目、さあスーさんがリーチとなっております。それともここから小山さんが逆転なるか、あーっと小山さんが色を間違えたという形で、これさあ足を当てる、さあこれ当てる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 、しゃがみ台パン当てる、シャインダイパン、わあすごい、さあこれ1本取りました。2本目、これもう1本当てる、もう1本当てる、当てて、さあこの前からこのコウモンさんのこの飛び込みの逆転が出た、それともスーさんのダルシムが安定で前をキープするか、そこで歩いて、さあ足が上がってしまった、あーしかし今の当てて、スーさんがリーチ、スーさんがリーチですね。さあこれで勝てばスーさんが優勝です。それと小山さんが逆転なんか、さあ注目です。さあこれ当てる、投げる、さあこれ当てる、素晴らしい。さあこれで小山さんが1本取りました。さあこのまま小山さんが連続で勝ちまして逆転なのか、それともスーさんが、このリーチのキープして優勝になるか、さあ第4試合目、勝てる、そこでさあ新曲、さあこれピュール、さあすごい、さ
あー、小右衛門さんの、さあ逆転、さあ逆襲がなるか。さあ2本目古江、取り方です。前で投げる、さあこれ、さあ出た、素晴らしい、これで素晴らしい、素晴らしい、これで小右衛門さんもリーチとなりまして、さあ第51回式の細道決勝戦、事実上のファイナルとなります。さあスーさんのエクスダルシム、小右衛門さんのフェロン、さあ、決勝となります。おっとこの人はさあ、さあ、ここですかね。さあ、ファイヤー、さあ、ファイヤーで当てて、あ、これ、当てる、さあ、ここからめきって、さあ、ちょっとで返す、これ上は、さあ、上にしか行かせているところを巡って、小右衛門さんがリーチ、さあ、2本目、熱い展開、さあもう相手この展開どうやってうまく切り崩していくか。さあ今の隙を抜けたところ、小右衛門さんのいいすごいところですね。あ、しかしああファイヤーが当たる、まだ分かんない、どうする。さあこれやって、うわ、これ、さあこれやって、そこでいって、小右衛門さんが素晴らしく第51回式の細道、文化の日ですね、優勝者は小右衛門さんとなります。おめでとうございます。優勝インタビューという形で、あ、小右衛門さんおめでとうございます。ありがとうございます。はい、いや、素晴らしい、今日も素晴らしいメールで、ありがとうございます。田中カップを生み出させる素晴らしいメールで、田中カップちょっとあんま反対できなかった。いやいや、もうそうだ、 S が許さん。はい、ありがとうございます。はい、毎週金曜日、デイトの式で、対戦会、で9時から、式のお世話にミニ大会を行っております。ぜひとも、ご参加くださいませ。今日も、ご参加、配信ご視聴ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。
では23時を回りましたので配信はこの試合終了後、そのまま終了したいと思いますのでよろしくお願いいたします。また来週もいつも通り同じ時間で配信、ミニ大会、開催しますのでまたよろしければまた来週もよろしくお願いいたします。それでは皆様夜遅くまでお疲れ様でした。失礼いたします。